はい、こんにちは。今日も宇佐から来ています。今日で3回目ですかね。3回目です。はい、自己紹介。はい、渡辺真帆です。はい、パラ宇佐です、はい。よろしくお願いします。宇佐土曜日宇佐市に来てます。はい、第21回ですかね。今日がね。すごーい。はい。で、ちょっと間が空きましたけど、今日はですね、ついに来週もう土曜日日曜日で木山フェスもあるんですけど、うん、土曜日がジエゴエンリクエセミナーです。6時からあります。今のところ何人だろう、十何人、13、15ぐらい、ちょっとまだ、まあ、来るよとは言われててもまだ予約が入ってなかったりしてですね、そういうのもあるんですけども、10人以上はもう予約入ってますんで、できればね20人超えたいので、もしよかったら今週中予約するか、まあ、当日参加でも全然構いませんのでよろしくお願いします。予約して大会出場とかすると割引も効きますしね。お得なので来てください。で、あとまあ女子の人はまあそのパートナーになんかなクリスト選手が来てくれるので、うん、アジアチャンピオンの紫帯の選手が来てくれるのでぜひぜひ。で、真帆先生も戦いますもんね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ね、なんか盛り上げていきたいですね。で、ジエゴ選手にも黒帯で。今のところ生田健吾選手だけなんですけど、大抵もう川崎選手も行くと思いますんで、まだまだちょっと若手の方がもしいらっしゃいましたらエントリーよろしくお願いします。お願いします。そうね、結構いるはず、ライト級かな今回はね、ジエゴ選手だから、まあフェザー級ライト級あたりの黒帯の方が出てくれると嬉しいですね。はい。そしてですね、今日はですね締め切りが月曜日まで、12月2日月曜日まで最終締め切りが月曜日までなので。ですね、ちょっと自分の選手もうちのキッズとかもねやっぱ子供成長が早いんで体重をもう一回再チェックしたんですよ、うん、そしたらやっぱり体重やっぱそらね成長するからね増えますよね。増えますね。そうなんですよ。だからこれはね別に不思議じゃないんでということは階級を変えなきゃいけない選手が出てくる。せっかく1人のエントリーの場合だったらね変えやすいんですけどなんか大人と違ってね子供の場合はもう無理して減量させる必要はないと思うので、もしも体重が上がっちゃってオーバーしちゃったらもうだから変更届を出してください。体重をね成長による体重オーバーのため上の階級でしますとかそんな感じでいいと思います。もう全然それは OK ですよ。で逆にね相手がいなかったら、まあ、体重は足りないけども上の選手がいないのでうちで、ね、体験されますとか、まあ、それはもう話し合いの上でやってください。はい、まあ、あとそう、ね、体重もあるけど、まあ、色帯もあるからですね白、うん、グレーイエローかな、はい、九州ってまだまだ少ない、まあ、うん、ドゥマウはね子供多いけどそれでもまだその上の帯に行くとなかなか対戦が見つからないので、うん、まあ、白とグレーが一緒になったり、昔は当たり前だったけど最近は綺麗に分かれ始めてるんで、だからそれでもやっぱ対戦がいなかった場合はやります。で、まあどうしても相手がいなかったらもうパラナカのキッズを、はい、どうとかしてはい、うちはもう常に逆境を与えるんではいそれで、はい、せっかくだからね対戦しないともったいないですもんね。はい、そういう感じでやっております。それが12月の8日、はい、そうセミナーがあって次の日には大会、うん、今のところはねもう300は越すと思うんですけどね、うん、だけど目標としてはねやっぱ350は行きたかったなというのがあって、だからまだあと3日あるのでよろしくお願いします。ぜひ駆け込み乗車じゃなくて、はい、駆け込みエントリーよろしくお願いします。そうあとはねそうねなんかありますかね。女子キッズの女子は多い。非常に多い、めっちゃ多い。でだからキッズ自体がもう130超えてるからですね、だからかなりの人数ですね。でそれがまあ宣伝になりますけど来年の2月の23日に福岡県の春日市でも、今度は SJJJF のバリカタカップっていうのがねありますんで初めて出ます。はい、で全然 SJJJF と ASJJF は、まあ、同じルールで戦いますし来年からスタートするそのサポート制度、はい、強化選手のサポート制度とか、まあ、あとランキング1位の、うん、なんか1年間無料とか参加費無料とかでその中の MVP とかはなんか世界大会に行ける航空チケットとか出るらしいのですごいですよね。でなんかサポート選手とかになるとなんかその道着とかねちゃんと強化サポート用の道着とかが作られるみたいなので、すごいかなりなんかこうねいい感じかなと。まあなんか来年はいろいろ仕掛けるみたいなのではい、ぜひこの機会にいろいろホームページとか見たり SNS を見てチェックよろしくお願いします。そうポイントがねいるんですよ、うん、年間45ポイント以上という、だから優勝したら何点とかね、2位だったら何点ってあるので、そうすると九州も、九州で、福岡で1つ、木山で3つ沖縄で2つとかね、うん、そういう感じ。もちろん、ね、東京に行って全日本出ることもあるし、もちろん札幌に北海道に行って北海道の SJJJ に、ね、出てもそれでポイントはたまるしですね。であと AS のアジアの方とも連動してるので、かなり幅広い大会のねこうなんかな作りっていうか、まあ連盟だからですね、それはものすごくいいサービスが受けられると思いますのでよろしくお願いしますっていう感じで。はい、そう私は今からまた帰りまして夜パラナカ開けますのでお待ちしております。お待ちしております。そんな感じ。はい今から体重をねチェックして、ぜひぜひ体重オーバーで失格っていうのがいいね、やっぱりもったいないので、せっかくだから対戦できるように体重、あこれ体重にも見せちゃった。はい、よろしくお願いします。じゃあそういうことで今日は終わり。はい、さよなら。